はい、どうも皆さんこんにちは、ギマです。今日はですね、タッチデザイナーを使ってこのトイドローン、小さめのやつですね、メーカーは DJI さんかな、こちらですね、これを飛ばしていきたいと思います。で、僕よく部屋で、飛ばしたりするのでよく落とすんですよね。なのでこういうカバーは別で買ってつけてます。はい、じゃあこれ飛ばしていきます。よろしくお願いします。はい、では早速やっていきたいと思います。まずですね、こちらのホームページに入っていただいて、これですね、ダウンロードのところからこのテル SDK というものを開いてください。そうするとこういったものが出てきますので、まあ、PDF なんでダウンロードしてもいいですね。はい、でここの、番号、この番号であったりこの最後の方ですね、この辺使っていきますので、これは置いといてください。はい、じゃ早速、続きやっていきますね。タッチデザイナー開いてもらって、まずですね、まずはこのデータのところから、OSC、アウトか。はい、このアウトっていうとですね、これを開きます。はい、で、このポートの番号とかを変えるんですけど、これがさっきの PDF のものですね。これの一番上の方、これかな、ここに書いてあります。 IP アドレスとポートの番号が書いてあります。 10.1 と 8889 ですね。これに書いていきます。はい、なんでここを行きましょう。8889ですね。はい、で書いていきます。でこれをバイトにして、で、ここを100にしてください。はい、で変更したところはこういう感じですね。はい、こういう感じになります。でですね、これとブログで詳しく説明してくれる方がいて、作りやすい方法もそちらに載っていたので、それをそのまま参考にしています。それも、概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらの方も見てみてください。そちらの方がですね、ヘルプからやるとすごく楽だよと教えてくれていたので、それをそのまま使っていきます。ヘルプからこれ選んでください。そうするとこういうもの出てくるので、ここからですね、OSC インこれですね、これを出します。わわわわ、でこれのこの部分だけを使います。はい、でこれは閉じちゃって OK ですね。で、しまこれをちょっと見やすいように投げときましょうか。はい、書いてもらいます。で、ここはコマンドに変えましょうか。コマンドに変えます。でも出てもらって、でここですね、でこれなんですけど、この中の数値を変えていきます。で、ここから下、ここから下は特に使わないので、これは消しても大丈夫ですね。はい、でちょっとさっき作ったものあるんです、ここからコピペするんですけど、まあ、これを入力します。そんなに長くないですね。これだけで大丈夫です。はい、これを入力してください。はい。でこの状態で、ドローンのスイッチを入れてみてください。ドローンのスイッチ入れて、ドローンのスイッチ入れると。ここで出てきますので、これで Wi-Fi で接続してください。この場合だと、これですね。多分これ番号それぞれ違うと思います。はい。で、この状態で今、パソコンとドローンが Wi-Fi でこれ繋がってる状態です。で、この状態でこれ入力して、これをクリックすると、こうやって、こちら OK という文字が出てきます。これで今、この、OSC のやり取りでタッチデザイナーとつながっているような状態、通信やり取りできますよという状態になっています。で今は通信ができる状態になっているだけなので、ここからですね、これをコピーして
で、ここを、何でしょうか、飛ぶように、ここは飛ぶボタンですよっていうのを作ります。で、この中の、この部分だけを変えていきます。これですね、コマンド、今コマンドはここでもう使っているので、これでも通信をできるっていうスタートなんですね。なので、次は飛ぶっていう命令文を書いていきます。それがですね、その辺が、さっきのここに書いてます。ちょっと下、この辺ですね。これですね。これが飛ぶですね。はい。なので、これをコピーして、ここに貼り付けます。ここですね。はい。これだけで大丈夫です。あとは変えなくていいですね。はい。で、飛ぶができれば着陸も作るんですよね。で、飛ぶと、今度は着陸、ランドを入れます。で、これをここに変えますと。はい、こういう感じですね。これで一個一個全部作っていきます。はい、この辺がこの上とか、右左ができる状態が、この辺ですかね。はい、この辺の数値を、入れていきますね。ここ作った方がいいか。足もこれ、なんか変えますね。で、コピーしてクリックしてこんな感じでまた中を変えるんですけど、例えばさっきの数値、今飛ぶ着陸だけだったんでこのままコピーすればよかったんですけど、次は、このアップ、上に上がるものを使いましょうか。でこれアップ X ってなってるんですけど、どういうことかというとですね、ここは同じようにこう変えるんですけど、この X は数値を入れていいですよというところですね。この50とか入れます。これですね。X は20から500の間入れていいですよっていうここに書いてありますが、この中の数値を入れます。なんとなく50にしてみました。で、これはアップかな。ね、で、そして、同じようにコピーしてもらって作りましょうかね。コピーペーストをして、次はダウンかな。次なんだろうかな。で、今度はダウンを作ります。ダウン下に下がるんですね。着陸ではないんですけど。で、ここを数値を変えていきます。はい、変えていきます。で、こっちも同じように、まあ、50とか100とか。数字を入れてってください。まあ、この数字が、このこれですね。ね。で、同じように、レフトとか、ライトっていうのも、それぞれ1個ずつ作って、ボタンを追加していきます。で、全部、まあ、全部というか、まあ、アップ、ダウンと、左、右、前、後ろを追加したものがこれになります。で、まあ、一緒ですね。中はここだけ消して、で、まあ、50とか。こっちの50ですね。この中のテキストを書いていきます。で、だからこれクリックして、これでもポンと押したら制御できるんですけど、せっかくなので、コンテナ、これですね。これに入れて、この中の画面で制御できるようにしておきます。これ一回全部クリックして、この中に入れてあげてください。はい、この中にペーストをします。そうすると今こんな感じで、まあ同じですね。
で、ここ1個出てもらうと、今ここに、全部固まっている状態なので、これを少しずらしていきます。ここですね。これで、右と左と、変えてもらって、で、これは中に入りましょうか。で、どこから行くのかな。アップ。アップじゃない。これからじゃあ行きましょうか。数値はこうやって上げていって、200とかでいきますか。200。200とか。ああ、ピクシー、40。こういう感じで、このレイアウトを自分で作っていきます。200、110。こんな感じですね。で、まあ、これも、200。これもまあ、こんな感じで1個ずつずらしていきます。はい、で、まあ、ここも見やすいように。最初の通信のものはここに置いておきましょうかね。はい、こういう感じで作りました。はい、じゃあ飛ばしていきたいと思います。ドローンはここに置いてありますね。で、まず最初はコマンドをクリックしてもらって、で、クリックオフと、あ、で、着陸クリックしましょうか。クリックすると、で、ようになります。まあ、右とか左とかも同じですね。押せば、ここでクリックすれば、操作できるようになります。はい、じゃあ今日はこんな感じですかね。はい、じゃあ最後までありがとうございました。